はい、どうもウェブサイトチャンネルです。今日も一緒に学んでいきましょう。今回のテーマはこちらになっております。 HTML & CSS 模写コーディングのですね、2カラムレイアウト初級ということで、サイドバーがあるページレイアウトというのをやっております。で、今回が4回目なんですけども、まあ、1回目に準備編、2回目に HTML 編、3回目に CSS の準備編とヘッダー部分ね、で今回も CSS の続きを4回目もやっていきたいなというふうには思っております。では早速いこうと思うんですけども、前回まででここね、ヘッダー部分の CSS は終わってます。で、今回はね、理想としては一番下までやりたいけど、あんまり長くなりそうだったら途中で切って次回に回したいなというふうに思います。はい、これ HTML と CSS ですね。で、こちらがデザインカンプのデータになりまして、まあ、今回はここですね。ここをまずやって、その後にこの下のここの部分をどこまでできるかっていう感じになるんじゃないかなと思っております。はい。これを、もうちょっとね、こうやって見るとこんな感じ。こんな感じにしていきたいなというのが。はい。で、今回はね、まあ、フレックス、グリッドあるとか、まあ、グリッドを使ってね、主にグリッドを使いながらやっていきたいなと思ってます。ではでは早速なんですが、ここのヘッダー部分は終わって、ここセクションクラスアピールエリアということで、この中身を作っていきたいなと思います。まずアピールエリアに対して、よいしょ、どうなってるんですっけ。これがこんな感じになってるわけですよ。感じね。これもではコンテナをちょっとつけときましょうかね。まあ、全体的にコンテナは全部につけていくことになるというのが今回のね、やり方ではなると思います。ということで HTML 側にヘッダーのとこでもつけたこのコンテナですね、これをアピールエリアにもつけておきます。はい、コンテナ、はい。で、index.css、 こちらを出しましょうかね。はい、こちらのアピールエリア、ここのコーナーですね、アピールエリアのに対して、まあ何かしら後でやるとして、アピールエリアのコンテナなに対して、まずディスプレイグリッドね、でグリッドを入れてあげて、その後に、そうですね、はい、でその後にグリッドテンプレートロー、カラムかな、グリッドテンプレートカラムでワンフレワンフレワンフレとね、3つに分けておきたいなと思っております。はい、これで3つに並びました。あとはこの一個一個のアイテムですね。はい、アピールエリアの中のアイテムのイメージに対して横幅 100% もっと入れてあげると、こっちでしたね。はい、3つとも綺麗に並ぶと、並びます。で、並んだもののちょっと調整をね、最終的にしていかなきゃいけないかなと思うんですけども、どうしようかな、ここにしようかな、このグリッドのアイテムに余白をね、開けてあげるのが一番うまくいくんじゃないかなと思いますので、余白をつけておきます。はい、で写真のサイズが合ってないのはね、ちょっと許してください。で、ちょっと写真のサイズ合ってないので、まあ、写真をね、加工するのもちょっとなんなので、写真を変えます。
はい、これで合わせました。あとはここにね余白を開けてあげるのと、このモアのボタンをどうにかすることぐらいで結構うまくいくんじゃないのかなと思ってます。ここですね、この余白を大きめにしてあげることと、ここモアの右側をこのねマーク入れてあげたりとかすること、まあ、ここの隙間とかもちょっと調整いるかもしれないですね。ただよいしょ、まずここにコンテナですね、こっちがいいのかな、アピールエリアのパディングが、パディングトップが、そうだな、パディングを50ピクセル0、これでいいんじゃないですかね。これでうん、いい感じだと思います。でアイテムの H の2ですね、まあ、イメージに対してまずマージンボトム20ピクセルと入れてあげて、でアイテムの H の3に対して H の2か H の2に対して何か必要かな、まあこのままで良さそうですね。はい、まあ後でちょっと見てみます。でここのモアのところいきます。アピールエリアのアイテムの A に対して、まあまずカラーがブラックで、テキストデコレーションがなしよというところまでは大丈夫かと思うんですよね。こんな感じで右にこうね、こちらへっていうようなねマークをね入れたいと思うんですけども、これはですねアフターで入れてあげたらいいですね。はい、 A のアフターに対してコンテンツ、これですね。はい、で、まず見てみましょう。こんな状態ですね。はい、であとは位置を調整してあげたらいいので、 A に対してディスプレイインラインブロックマージンライト10ピクセル、いかないな、マージンが入ってないですね。何が原因なんでしょうかね。 A のアフターだけどこっちに入っちゃうんだ、困ったな。じゃあパディングだったらいいのか、まあまあまあこっちに入れましょうかね。マージンレフト20ピクセル、これでこの感じになるんじゃないかと思います。はい、であとは太字にしてあげましょうか。でちょっと隙間を開けてあげたらバッチリなんじゃないかなと思います。まず太字にするのでフォントウェイト700、はい、でここね、マージンボトム10ピクセル、完成。はい、完成しました。じゃあ次はですねこのメインエリアになるんですけども、このメインエリアの中身はメインエリアの中にこのメインエリアとアサイド、ここねアサイドというね2つのコーナーが入ってます。で、ここにもディブクラスコンテナというのを使うので、このディブクラスコンテナを足した状態にもうすでにしてます。はい、でこのコンテナをここからここで足すんですけども、まずメインエリアに対してですね、ここメインエリアに対してこれもねちょっとね前回作ってなかったんでここもね足しときましたね。はい、メインエリアに対して何かしらまだないの でメインエリアのドットコンテナね、ドットコンテナに対してディスプレイグリッドで、テンプレート、グリッドテンプレートですね。
O と350ピクセルにしましょうか。はい、左側がオートで右側のサイドバーのところが350ピクセルで収まるようにということで、オート350ピクセルという形で入れてます。はいね、こんな感じ、ちょっとおかしな感じになってますけど、まあこんな感じです。で次にですね、どこでどうしようかな。メインエリアのイメージに対して横幅 100% ってちょっと仮に入れてみましょうか。これでどうなる？あ、これでまあ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 いい感じというかね、なってるんじゃないかなと思います。はい、で、メインエリアに入っていこうと思うんですけども、これちょっと後で変更するかもですね。はい、メインですね、メインエリアのメイン、メインに対して、でメインの中の、ここがメイン、これですね、メインの中のアーティクルに対して、まあ、パディングをちょっと先ほどと同じように30ピクセルって入れてみましょうか。うん、でここのね、いいじゃないですかね、いい感じだと思います。でこれがどうなればいいんだ、こんな感じかって考えると、これ全然350ピクセルぐらいじゃないですね。もっとありそうですもんね。はい、こっちで作った時はどんぐらいになってるんでしょうね。669とかなってますもんね。はい、じゃあ、ここを600ピクセルぐらいにねしてあげるといい感じにね、左右がおっと整うんじゃないかと思います。うん、こんな感じ。はい、じゃあここちょっと整えていこうと思います。メインエリアのねこっち側を、どうなってますかね。こうやってみると隙間がね、余白がしっかり空いてることと、あとはもうこのボタンですね、このボタンさっきと一緒です、作り方は。はい、まあ、ぐらいですかね、気にしなきゃいけないのは。ということでメインの H の2ね、メインアーティクルの H の2対してはマージンボトム20ピクセルくらいですかね。はい、でメインアーティクルのデータっていうですね、これに対してもマージンボトム10ピクセルくらいにしておきましょうか。はい、で画像ね、メインアーティクルのイメージに対してもマージンボトム20ピクセル入るかな。はい、でリンクですね、リンク、これディスプレイブロックってちょっとブロック要素にしておきましょうか。はい、でメインのアーティクルの A に対して先ほどと同じように、先ほどの A、 これですね、これと同じようにします。だからこれもね、同じにするんだったら一つの共通テンプレートにしてもいいんですよね。ボタンとかっていう名前のクラスつけてあげて、ボタンに対してこれと同じ形になるようなデザインを施してあげるでもいいんですが、まあ、今回模写ということもありまして、そのまま先に進んでいこうと思います。メインのアーティクルの A のビフォーアフターに対して、はい、 OK、 これでどうだ、ここから隙間が空いて、ここの隙間が空かなかったですね、でここの隙間が空いてね、 A リンクが完成。問題はここですよ、ここ、ここはなぜ開かなかったんだ、ここ、あ、なんか間違ってそうですね。はい、ということで何が間違ってるんだ、合ってそうだけどな、
何かが間違ってるんだと思います。なんだなんだなんだろう。あ、開いたかな。開いた感じはないですね。さあ、何か間違い探しをしなきゃですね。なんだ、 CSS がつかないぞ。ね、何かが間違ってるんでしょうけど。ほう、さあ HTML が間違ってるのか CSS が間違ってるのか、何かここがね、これ間違ってなさそうだしな。メインアーティクルの中にあるクラスデータ、データですよね。合ってる。え、何なんだろうこれ。さあ、何かが間違ってます。こうなるとマージンボタン、ここもおかしくなさそうです。ここかな。開かない。そもそも反応してないですもんね、これね。はい、もうちょっと先に進みますね。なんかちょっとよく分かってはないですけど、はい、先に進みます。ちょっとここ要注意ですね、要注意。まあ、なんかちょっとしたやつだと思うんですけどね、ちょっとした何かの問題だと思うんですが。で、これで大体メインは OK ですかね。はい、メインは OK です。次に進みます。左がここね、アサイド部分、プロフィールのところから進めていこうと思います。まずアサイド部分は、よいしょ、これを閉じて、ここですね、アサイドの中のプロフィール、これですね、アサイドのプロフィールに背景、背景で色を、前回決めたこれメインカラーですね、メインカラーの色を入れてあげます。で、こんな感じ、こんな感じね。で、ここが綺麗な丸にならないんですよ、これね、画像の関係でならないんですけど、ちょっと調整していきます。その他はどうなってるんだろう。中央寄せですね、中央寄せ、中央寄せ、はい、中央寄せ。ということで、アサイドのプロフィールの、アサイドのプロフィールの H の3、テキストアラインセンターで、マージンボトム20ピクセル、アサイドのプロフィールのイメージ関しては横幅を200ピクセル、バン。あ、でもこれね、そうですね、本来写真が四角形だったら、あのちょっと一旦やりますね、一旦やるんですけど、その前にちょっとこれ、まずやっぱりこのアサイドのプロフィール自体をね、テキストアラインセンターで真ん中に持っていきましょうか。で、あとでこっちだけね、あの左寄せにしようと思うんですけど、プロフィール。で、これ。これをね、丸でくり抜きます。丸でくり抜くので、イメージに対して、ボーダーラディウス 50% っていう風にしてあげると、丸でくり抜けたようになるんですけども、画像がそもそも四角形じゃないので、楕円形になってしまうんですよ。で、今回はもう別に四角形の画像を用意しないんですが、四角形の画像を用意すればこれはいい感じになると思っとってください。で、今回ちょっと荒技使いますね。
縦も200ピクセルで無理やりちょっと引き伸ばした感じにして、のびよーんって伸びてるでしょ。その代わり綺麗な丸を作る方を優先したいなと思います。はい、実際は画像の引き伸ばしはねあんまりやらない方がいいので、あの四角形の正しい画像をね持ってきてください。はい、でネームはこれで OK で、 P が左寄せですね。 P が左寄せなので、アサイドの H の4に関してはマージンボトムの10ピクセルで、アサイドの P に関してはテキストアラインがレフト、これでバーン、いい感じじゃないでしょうか。はい、あとは隙間関係の話ですね。はい、隙間関係の話はこんな感じか。 OK、 じゃあこのプロフィール自体にねパディングを30ピクセル入れておきたいと思います。これでバーン、まあまあまあって感じですかね。はい、でモア、モアは先ほどと同じボタンなので、調整していこうと思うんですが、だんだんこれ何回も書くのが面倒になってきましたね。やっぱりボタンっていう名前で書き直そうかなと思います。ということで、ドットボタンねっていうクラスをね作ります。でこの中身はこれですよ、これね。でドットボタンの A、 違う、ドットボタンのアフターで、中身がこれですよ。はい、でドットボタンだから、ボタンという名前を、まあ、先ほどから出てるこういうとことかね、こういうとことか、こういうとことか入れていきましょう。アピールエリアの中にもありましたよね。あ、今アピールエリアの中身か。でメインエリアの中のメインの中にもボタンありましたよね。はい、これで全部のボタンがこの形になるのでね、と言ってもあと1個だけだったんですね、我慢できなかった。はい、であとはドットボタンで書いたので CSS 側で調整したこの辺は消しときます。これね消しときます。まあ、こんな感じでね、ちょっと今は雑というかその場の思いつきで全部やってるんですけども、基本こうきちっと設定していく時にはですね、共通部分はまとめて CSS とかにねしてあげるとより良いんじゃないかなと思います。で今アサイドのプロフィールまで終わりましたね。アサイドのプロフィールの後はここは OK、ここのプロフィールも終わった、カテゴリーですね、カテゴリー、カテゴリーどうなってるんですっけ。こうか、リストで下に下線が引いてあって余白をいい感じになれば OK なわけですね。分かりました。ではアサイドのカテゴリーに対してまずテキストアラインセンターで中央寄せにしてあげる。その上でこれカテゴリーっていう名前のタイトル見出しがないですね。ちょっと作りましょうかね。 H3 だな。はい、ちょっと足しました、これ、これ足しました、抜けてたみたいだったので足しました。
で、アサイドのプロフィールの、よいしょ、アサイドのカテゴリーの H の3、これで隙間ができると。ここの隙間も欲しいですね。でカテゴリー自体にパディングを30ピクセル作ってあげて、隙間を開けてあげる。であとはここですね、 UL は左揃いにしなきゃですね。ということでカテゴリーの UL テキストアラインレフトで左揃いにしてあげて、リスト一個一個に、まあ、パディングを10ピクセルほどと、あとはボーダーですね、ボーダーボトム1ピクセル、ソリッド、グレイ、よし、いい感じじゃないでしょうか。あとはこのポッチを外して、このねリンクをいい感じのボタンにしてあげる。リストスタイルらしいよと。でリストの中の A リンクに対してカラーがブラック、テキストデコレーションがなしよと。はい、まあいいんじゃないでしょうか。このね30がちょっとすごい狭いですよね。なんかキュッキュッキュッキュ全部貸してるので、ちょっとその辺の調整はまあ後でしましょうかね。一旦こういう風にしといて、でアドのコーナーがありますね。はい、アドのコーナーの正解はこんな感じになればいいので、アサイドのアドドットアド、まあ、まずパディングを30ピクセルで、アサイドのアドのイメージディスプレイブロックマージンボトム20ピクセル、これでうん揃いましたね。でこのアドっていうボタンの下にも、まあ、あのマージンを入れましょうかね。アドっていうボタンは H の4で入ってるみたいなので、はい完成です。でさっき言ってたここがね窮屈だったので、もうちょっといい感じにしたいなと思いますので、まずどっからやっていきましょうかね。まずよいしょ、アサイドに対してそもそもちょっとパディングを入れてあげるのと、で先ほどから30にしてるところをですね50ぐらい開けてあげてもいいんじゃないかということで、30の50にしておきますね。ここか、全部をちょっと大きめに先ほどより隙間を取りました。うん、でここが急急に見えるので、ここもねちょっと大きくしようと思うんですけども、ここはこれですね、アサイドのプロフィールの P、ラインハイト 1.8、 これで隙間がちょっと大きめに開きます。完成ということで、ここのコーナーまで完成しました。じゃん。あとはここですね、ここ最後なんですけど、最後はフッターはコモン .css、 こっちですね、コモン .css のフッターのコーナーのところで、フッターに対して背景が先ほどのメインカラー、はい、でパディングが10ピクセル程度、
そしてテキストアラインはセンター、これで完成です。さあ上から下まで見ていきますね。こんな感じ、こんな感じね。はい、見比べてみましょう。これがデザインカンプですね。デザインカンプはこんな感じ。まあまあ少々ね、あ、ここ何もしてなかったですね。ここ何もしてなかったですけど、少々違いはありますが、まあまあまあ、模写としては、まあまあこれぐらいできてればいいんじゃないかなと思いますので、ここね、ここ何もしてなかったですね、ここ。これは自分で、ご自身でやられてみてください。カテゴ A ってなってますね。カテゴリーにちゃんとなってないし。はい、ただここのね、あのクラスの問題は結局解けずじまいですいませんね、あれなんですが、まあまあまあちょっと作り直せばね、まあ、いい感じになるんじゃないかなと思いますが、ちょっと今回はそのまま放っておこうと思います。はい、ということで完成いたしました。あとはね、次回スマホ対応をねしていきたいなというふうに思っております。ということで、第4回まで終わりになりました。はい、今回は HTML& CSS の模写コーディングに絡むレイアウトの初級ということで、サイドバーがあるページレイアウト、今回4回目まででデスクトップの模写っていうのは完成してました。で、次回はですね、これをスマホ対応するために、まあ、レスポンシブのところをちょっとねいじってみて、それで終わりにしたいなと思っております。ということで皆様、本日もお疲れ様でした。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。いいなと思った方はグッドボタンやチャンネル登録いただけたらなというふうに思います。またですね、概要欄にも参考された情報を載せていますので、こちらも合わせてご覧ください。